花びらの折り紙が4枚、葉っぱの折り紙が2枚、輪ゴムが1つ、ハサミがいります。まず最初に正方形の折り紙、真四角の折り紙を半分に切っていきます。まず花びらの部分を折っていきます。平面が上になるようにして、細長くなるように四角く折ります。開きます。先ほどつけた折り線に合わせてこのように三角に折っていきます。こちらも同じように折ります。次にこの面を真ん中の折り線に合わせて折ります。こちらも同じように折ります。折っているのが見える方と折っているのがわからない方があるんですが、折っているのがわかる方を上にして半分に折ります。ピラピラと開く状態です。これを8つ作っていきます。次に葉っぱの部分を作ります。花びらの部分と途中まで一緒です。半分に折ってこの端っこを折って、真ん中に合わせて折って、で最後だけが違います。この折ったところを中に包むようにして折ります。これを4つ作ります。では花びらと葉っぱの部分をつなげていきます。まず花びらを2つ手に取ります。この花びらを2枚ぴったり合うようにして重ねます。この時にここの隙間に入らないように気をつけてください。でさらにこの下にこの葉っぱのパーツをこのように重ねます。これを4つ作っていきます。これが4つできたら、これをこのように重ねて持ちます。このだいたい真ん中のあたりを輪ゴムで留めます。ずれないようにしっかりと留めます。これを開いていきます。まず一つ目のこの束をこのように折り曲げて、この一番上の葉っぱだけをこのように持ち上げます。破れないように気をつけてください。このようになります。次にこの横の束を取って、また一番上のこの花びらの部分を上に折り上げます。ちょっと重なると思います。これを続けていきます。さらに横にある花びらを、まあ、一番上を取って持ち上げる。これで1枚目すべてあげました。次に2枚目を同じようにしてあげていきます。
後に葉っぱのところが残るんですが、これは親指で少しグッと押さえて広げていきます。これで完成です。このように花びらの色の違うものを作りたい場合は、パーツを重ねるときに下から葉っぱ、2枚目の外側の花びら、内側の花びらというような順で重ねていきます。この場合ですと葉っぱ、ピンク、白、このようにしてパーツを重ねると、こういう色の違う花びらのレンゲを作ることができます。